HR8799 は、ペガス座に属し、太陽系から129光年の距離に存在する主系列星で、カジキ座ガンマ型変更星である。また、ウシカイ座ラムダ型星にも分類される。HR8799 という名称は、ハーバード海底コードカタログにおける識別子である。この構成のスペクトル分類は複雑で、 水素のバルマー線のプロファイルと有効温度に合う、スペクトル型は F ーだが、カルシウムの形線や、その他金属のスペクトル線は A5 の方がよく合う。炭素や酸素の存在比は太陽に比べるとやや高い。一方、牛カイザラムダ型星では、硫黄の存在比が太陽並みである場合が多いが、この構成の場合は、太陽の35%程度しかない。また、 ナトリウムより重い元素も少なく、鉄の存在比は太陽の28%でしかない。精神学の観測からは、牛イ座ラムダ型星の元素素性の異常は表層的なもので、構成全体ではそれほど異常ではないと推測されることから、構成の周囲から金属量の低いガスが膠着した影響ではないかと見られる。精神学に基づくスペクトルの分析から、 この恒星の時点軸の傾斜角はおよそ40度以上ある一方、この恒星系の惑星の軌道傾斜角は約20度と、中心性の時点と惑星の交点の軸にはずれがある。チャンドラ X 線観測衛星による観測では、A 型星で考えられるより強い矢は X 線の放射を検出し、内部の構造は F 例型に近いとみられる。 HR8799 には2010年までに4つの太陽系外惑星が知られている。これらは惑星の光を直接撮影して発見された。惑星から恒星までの距離はそれぞれ 15AU、24AU、38AU、68AU で、 質量はいずれも木星の5から10倍程度と推定されている。また、惑星系には細かなダストが多く存在しており、原始天体同士の衝突により、ダストがばらまかれるプロセスが進行していると考えられている。惑星系は誕生から6000万年ほどしか経っていない若い惑星系と推定されている。撮像観測2008年11月。 ヘルツバーグ天体物理学研究所のクリスチャン・マロイスと彼のチームはハワイのケック望遠鏡とジェミニ北望遠鏡による保証工学を取り入れた金赤外線撮像観測によって恒星の軌道上に3つの惑星を直接観測したことを発表した2009年4月には1998年に ハップル宇宙望遠鏡で撮影された HR8799 の画像を最新の処理技術を用いて分析したところ一番外側の惑星 B が映っていたことが確認されさらに2011年10月には同じデータが惑星 C、惑星 D の姿も捉えていたことが確認されたまた2009年5月には2002年にスバル望遠鏡で撮影された画像にも 惑星 B が映っていたことが確認された。惑星 B のすぐ外側には太陽系のエッジワースカイパーベルトに似たゴミの円盤が存在している。これは地球から300光年以内に存在する中で最も大型なものの一つで、成系の内側には地球型惑星が存在できる余地がある。2010年12月。 4つ目の惑星 HR8799E の存在が発表された。他の3つの惑星と同じく直接撮影による方法で発見された。また、軌道のすぐ内側に小惑星体がある可能性も示されている。2009年1月、スピッツァー赤外線観測衛星による観測で、青春人による3つの構造が検出された。 惑星 E の内側に比較的温度の高いゴミの円盤、惑星 B の外側に低温のゴミの円盤、さらにその外に巨大なハロがある。分光観測2010年1月、ヨーロッパ南天天文台は、超大型望遠鏡を用いていった HR8799C の観測成果を発表した。この観測では、太陽系外惑星が放つ光が世界で初めて、 直接的な形でスペクトルに分解された。結ク望遠鏡による分光観測や筐体域の多波長速光観測で HR8799B の大気には酸素が豊富に含まれること、表層では延直方向に物質の攪拌が起きていることが予測される。惑星大気の理論モデルと比較すると金属量が多い場合のモデルとよく合致する。 また、同じく、結句望遠鏡による HR8799C の分光観測からは、惑星 C は、中心の構成と比べて炭素が豊富であることが分かり、惑星 C が、原子惑星への物質光着によって形成された、ことを示唆している。2012年には、パロマー天文台のプロジェクト1640の、近赤外線面分光装置を使って、4つの、 惑星の同時分光観測が行われ、惑星の化学組成、特にアンモニア、二酸化炭素、メタンの量の違いから、四つの惑星すべてが異なる性質を持つことが分かった。ありがとうございます。